はい、どうも、偉い店長です。今日はですね、宗教書としては異例のベストセラーになっている、ブッダという男というね、清水敏文先生という方が書かれた本なんですけれども、こちらの、ね、本がなかなか面白かったので、ご紹介していきたいと思います。こちらの本ですね、宗教書として異例のですね、重版重版重ねていて、2万部、3万部は出ているのかなと思いますけれども、センセーショナル部分はね、後書きでですね、その指導教官か分かりませんけれども、その先輩の教官、東大の先生から圧力を受けた、アカハラを受けた、要するに出版妨害を受けたみたいなね、ことを公開してですね、非常にこう話題になった本なんですよね。先輩研究者の批判的な研究内容というのを書いたら、こういう本を出したら、お前はそのアカデミアでの道がなくなるみたいなことを言われたということを主張して、それが大変な話題になっていたという本なわけですね。清水先生ね、私もツイッターで相互フォローさせていただきまして、いろいろお話ししてて、すごいいい方だなと思ってるんですけども、本もね、非常に骨太で、ご自身も博士号を取られていて、ちゃんとした仏教学の研究者なわけですよね。基本的にはね、原始仏典、の元に、ブッダが実際にどういう男だったのかと、紐解いていくという本なんですけれども、主にですね、本当はブッダは平等主義者だったとかね、本当はブッダは男女平等論者だったとかですね、本当はブッダは身分とか気にしない人だったみたいな、今に都合のいいブッダ像みたいなのを作るというのに対して反対する本であるということですよね。当時、2500年前ぐらいのインド・ネパール近辺にいた、ゴーダマ・シッダルタ、シャカムニ、シャクソンですね。が、一体どういう人物だったのかということを、明らかにしようという試みる意欲的な本でですね。実際にその2500年前の、インド・ネパールということですから、その時代の制約というのは当然受けますし、コンピューターとかね、そういうのないわけですから、ないものについての言及はできないし、男女平等主義とかっていうのは最近できた思想なわけですから、現代的な、なんていうんでしょう、良いとされていることに無理やりそのシャクソンを当てはめて、シャクソンは本当に素晴らしい人だったんだ、みたいな風にするっていうのは間違ってるよっていうことを指摘した本なわけですよね。そういった資料的なことからそれを紐解いて、主にそういった趣旨のことを言っていくって本なんですけれども、いわばね、そうする言説が流行ってたわけですよね。本当はフェミニストだったシャカムニみたいなね。本当はその男女平等論者だったシャカムニであったり、本当はその身分を気にしないシャカムニだったり、因果論とかってあるんですけども、因果の話でいくと、私はもう本当に仏教詳しくないんで、あれなんですけれども、この世の全ての出来事ってのは前世の宿命によって決まるというのが結構主流派の考えらしいんですけれども、そうするとですね、例えばその地震で亡くなった子供とかっていうのは前世の宿命によって亡くなったんだっていう説明をするしかないわけですよね。で、これって今の我々にとっては受け入れがたい考えなわけですね。で、前世でしたことによって今世ね、若くして亡くなっちゃいましたとかって言ったら、それ捨てられた親とか激怒しましたね。ふざけんなよみたいなね、いう感じなわけですよね。ただそのシャクソンの言ってることを照らし合わせると、そう言わざるを得ないと。いうことなわけですね。それって、いや、そんなってなるわけですよね。でも、そんなってなったからといってですね、都合よくそれに違うんですよ、みたいな。シャクソンはそんなこと言ってないんですよね、本当は、みたいな。するのは、宗教的にもですね、学問的にも、ごまかしだろう、というようなことなわけですよね。つまり、そのシャクソンがそう言っているんだったら、そう言ってるっていうのは事実なわけであって、現代の価値観に照らし合わせてひどいから変えちゃおうっていうのは、宗教の考え方がないということを指摘している。これは非常に大事な考えであって、例えば預言者のハマトでもね、9歳の奥さんをめとっているとかね、いうことあるわけですけれども、それ現代の価値観に照らし合わせればとんでもないということになるわけですが、じゃあムハンマドとんでもない人だったっていうふうにするのかっていうと、またそれは違った話であって、本当は9歳の奥さんをめとってないんだとかっていうのもまた違う話の、歴史修正主義になってしまいますから、そうじゃなくてですね、要するに変わりゆく価値観わけです。今で言えば、何でも前世の業だっていうのは、カルマだっていうのは違いますし、9歳の人と結婚しちゃいけないっていうのも、現代の価値観なわけですけれども、倫理道徳っていうのはですね、日々日々変化していくものですね。例えば今、クジラっていうかっていうのは、取っちゃいけないのか取っていいのかっていうのも、2つに分かれていますけれども、日本はね、どっちかと取っていい派になってるわけですけれども、取っちゃいけないっていうふうに考える人、動物愛護とかの人そうですけども、倫理っていうのはですね、実践倫理とか言うんですけれども、その日々進歩していくものなわけですね。例えば、脳死は人の死かっていうのがあります。今ね、脳死は人の死だっていうふうにして、脳死と判定された人から臓器とか摘出してますけれども、例えば近い将来ね、脳死した脳をですね、元に戻せるような技術が開発されたとしたら、それっていうのはその殺人そのものなわけですよね。だって脳死って治るわけだから、治る人をその臓器取っちゃって、その人のあげちゃった。で、そしたらその殺人そのものなわけですけれども、現代の倫理観においては脳死っていうのは治せないわけですから、渡すことができるというふうになって、これっていうのは非常に現代的特殊な価値観なわけであって、何が言いたいかというと、倫理道徳ってのはどんどん進歩していくものである。
つまり今の時代っていうのはこれは許されるけれども、だんだん許されるかなってことね。令和になってね、結構その、例えば男性が上半身裸になるとかっていうのはだんだんなくなってきましたけれども、前まで良かったのタバコ路上でするとかね、店の中でタバコ吸うとか、病院でそのマスクするとかもそうですけども、そういったそのもっとこうした方がいいよねっていうのはどんどん進歩していくのが一般的な。で、一方でその宗教っていうのは私のこれ考えですけれども、倫理の進歩に歯止めをかけるものだと思ってるんですね。これはいけないんだけど、これは特別禁じられてないよっていう、のに歯止めをかけるものと思っていまして、この進めすぎるとですね、例えば生類憐れみの霊みたいなね感じで、あらゆる動物を殺しちゃいけないから、この皮叩いたらその牢屋に入れる、そういう話になったりするわけですよね。それをどこで倫理を止めるかっていうのは逆にその宗教の役割であると私は思っていまして、こういうことはいけないんだよっていうのは仏典なり、ね、聖書なりですね、いろいろ書いてあるわけですけれども、結構我々はそういう戒律とかっていうのは厳しい、守りたくないものというふうに見なすわけですけれども、実はそうではなくて、戒律っていうのはそれさえ守ってれば何してもいいっていう自由の証でもあるわけですよね。なんでですね、逆にその今っていうのはなんとなくそのこれってしちゃいけないんじゃないかなとかってビクビクしながらみんなやってるところがあるわけで、そういうのはね、なんていうか一種の足かせになっていると、逆にね、これをやったらいけないんだっていうことが認識できない、何が自由なのかも分かっていないという意味での不自由に陥ってしまう。まあ、一方で宗教というのは、これだけはしたらいけないってことがあれば、まあ、その規範を認識していれば、それ以外自由ということになるわけですから、その自由のその範疇っていうのを自分が把握できるわけですね。そういう意味でその戒律が優れているということを私は思ってるんですけれども、まあ、そういう意味でね、過去できた宗教というのを現代風にアレンジするっていうのはね、愚策なわけですよね。もう100年も経てばさらにアップデートしなきゃいけなくなって、もう100年も経てばさらにアップデートしなきゃいけない。そういう意味では、その、ブッダはまあ、現代の価値観に照らして言えばひどいことも言ってるんだけれども、まあ、それが仏教なんだ、それがブッダなんだっていうことね、言っていくっていうのは非常に価値のある作業だと思いますし、そういう意味ではね、この本っていうのは非常にね、大きな仕事であるというふうに思うわけですね。ぜひね、ブッダという男、まあ、面白いんでね、読んでみてください。まあ、そんな感じでね、今日は終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いいたします。何か取り上げてほしい話題などございましたら、コメント欄までお寄せください。バイバイ。今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。私はですね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、イベントバーエデングループという店を経営しておりまして、一日店長ができるバーをね、全国に展開しております。普通のバーでは話しにくいですね、政治、宗教、まあ、野球とかね、野球はわかりませんけれども、まあ、そういった話をできるバーとして全国に展開しておりますので、興味のある方はぜひいらっしゃってください。一日店長も随時募集中ですので、ぜひこちらもご応募ください。また、エラテンチャンネルではゲスト出演していただける方を探しております。現在宗教に入っている、前入っていた、あるいはね、宗教に類似する団体に入っていた、まあ、そういった体験談を喋りたい方、幹部の方でもありがたいと思います。まあ、そういった体験談をお話しいただける方、ぜひね、ラテンチャンネルに行きたいという方はご連絡ください。もちろん顔出しなしでも構いませんので、その旨お伝えいただければと思います。下にね、次回の撮影日程と応募フォームですね、を置いておきますので、そちらよりご覧ください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。バイ。